四代目市川章、段次のネズミ小僧、ネズミ古門、東君新型は、歌舞伎の演目。安政四年一月十一日江戸志村座所演。二代目、川竹新七作。前後幕。通称、ネズミ小僧。捨て子の予吉は盗人、月の輪の奥間に育てられ、大名や豪商から金子を盗み品者に分け与える。 義族、ネズミ小僧となった。今では、稲葉孝蔵と名も改め、駅舎、平沢左前に身をそして、鎌倉な目川に潜んでいる。あるン孝蔵は、悪人に金を盗まれ悲嘆にくれる刀や新助と、愛人を元の難儀を救うため、稲毛の屋敷から百両盗む。しかし辻番、よそべえに見とがめられ、しかも、彼が、実の父であることがわかる。 今や盗人になった構造は、名乗ることもできず、涙ながらにその場を立ち去る。数日後の雪の夜、構造は、おもとの弟、三吉から衝撃的な知らせを受ける。稲毛の若頭から盗んだ、金子の極印から、足がついて、おもとと新助が引き越えられ、我が父、よそべえまでもが、盗難の攻めを問われて入浪したというのである。 たまたまそこへ別れた女房が盲目となって尋ねて、来るが、構造は心ならずも他人のふりをして追い返す。さらにそもそも新助から金を盗んで窮地に追い込んだのが、女母の奥間だったことが分かり、奥間は自責の念からわざと構造の手にかかって果てる。すべてを覚悟した構造は潔く自首するが、非常な役人石垣とも作の態度に腹を立てだつごく。 情け深い役人、早瀬野十郎の助けで逃れる。初演時の西木江ネズミ顧門、東君新型は、天保年間に実在した、義族、ネズミ小僧、二郎吉を題材とした、松林白苑作の講談の歌舞伎家で、江戸情緒豊かな世話狂言。筋番書で交わされる、構造、よそべえの親子の名乗りと、稲葉内の構造と三吉とのやり取りが人気で、 今日ではもっぱらこの二幕が上演されている。劇中、主人公は、ネズミ小僧をもじった、稲葉構造で通しているが、三幕目の、鎌倉中市長、大黒屋の場で、初めて、ネズミ小僧二郎吉で登場する。おいらんの難儀を救うが捕獲され、それが構造の夢であったという思考。またセリフの中に、ネズミにちなむ言葉が散りばめられており、 作者の基地を伺わせる。初演時に当時数え14歳の13代目、市村うざえもんが務めた三基地は、構造を務める4代目市川省、段次をもうならせるほどの出来だった。うざえもんは、開幕前に毎日深川で、しじみ寄りの一挙一動を観察して、それを舞台に生かしていたのである。これが後に、 明治の名優としてその名を馳せる五代目、小野菊五郎の出世のきっかけともなった。近年では七代目、小野菊五郎が構造を務めているが、この時は十七代目、市村うざえもんのよそべえが絶品で、世話物の真髄を凝縮したような吹き役だった。ありがとうございます。